どうも、ヒガネスです。どうも、カイネルスです。今日なんですけども、はい、5月の15日にね、発売のあった、エアジョーダン1廃用時のシャドウ 2.0 と、はい、あと、ナイキダンクロの庭師ですね。そうですね。はい、はい、こちらの方のね、オンラインチャレンジの結果の方、はい、ちょっとお伝えできてなかったんですけど、ね、そのあたりをね、はい、やっていきたいなと思います。で、その他、リーク情報と抽選情報があるんですか？そうですね。はい。外形3ランクの、ワットザルピーロットの方の抽選情報と、はい、あとね、トロフィールームとジョーダンシリーズで、またコラボがあるかもしれないっていう情報と、はい、あとニューバランスですね。はい、はい、このチャンネルではスニーカーやファッションに関するリーク情報や最新のニュース情報を動画でお伝えしているチャンネルとなっております。チャンネル登録のお済みでない方はこの機会にチャンネル登録のよろしくお願いいたします。ご用意お願いします。はい、我々ツイッターとインスタグラムの方もやっておりますので、はい、概要欄の方にリンクの方がありますので気になる方はフォローの方よろしくお願いいたします。ぜひお願いします。随時更新していますので、はい、では早速なんですけども、まあね、だいぶ時間は経っちゃったんですけども、はい、5月の15日に、まあ、まずね、エアジョーダン1ハイ OG のシャドウ 2.0、こちらの方のね、抽選があった、はい。これ抽選でしたね。はい。はい、で、同じく僕は、ナイキダングロン庭師の方をね、うん、こちら抽選じゃなかったんですけど、はい。はい、まあ、さっきシャドウ 2.0 の方を、うん、まあ、こういった感じで受け付けまして、はい。で、まあ、まあ、10分間のね、今回また受付期間だったんですけど、はい、まあ、その間に庭師の方も、まあ、順番待ちという形で、まあ、申し込みしてまして、はい。はい。2つともね、結構ね、結果でも遅かったんですよね。そうですよね、はい、9時半になってもね、はい、僕は来なくて、はいはいはい、さっきねフィアレスの方が来てたと思うんですけど、あ、僕も早かったですまだ、ね、はい、はい、で9時40分ぐらいに結果の方が来まして、はい、まあ、こんな形で落選と、落選だったんですね、でしたね、はいはい、で同時にですねフィカーズのタスクを切って立ち上げた時に、まあ、こんな形で庭師の方も、まあ、ちょっと変えずということでしたね、うん、2つともその後、看板に切り替わってたんで、はい、はい、で、まあ、僕の方なんですけども、はい、まあ、こんな感じで。はい。落選と。落選。いいことですよね。はい。今回、庭師の方は、挑戦しなかったんですよ、ね。あ、しなかったですね。はい。シャドウ 2.0 だけだったんですよね。そうです、そうです。はい。大体ね、フィアレスからダメだったっていう連絡が来たのは、確か9時半ぐらいだったんですけど、はい。その時僕まだ全然ね、結果が出てなかったので、うん、長いな、長いなと思ったんですよ。というのも、ちょっと早く見たかったんで、うん、二度寝したかったんで、はいはい、早く結果出えへんかなと思ってたんですけど、うん、結局なんだかんだで10時ぐらいまでね。かかっ、まあ、9時40分が45分くらい経たんですけど、はい、はい、結局解除っていう感じでしたね。そうですね。はい。はい、で、シャドウ 2.0 なんですけど、うん、ここ2日ほど、どうもなんか早朝にね、リストックが来てるみたいで、こんな形でね、在庫ありのところに結構現れてきてるんですけど、あ、そうなんですか。はい。で、あ、じゃあ帰ろうかなと思って、試すと、うん、まあ、結局完売になってるんですけど。まあ、キャッシュが残ってるとかでもなくてですか？なんか一応リストック来てたみたいなんですけど、ね。あ、そうなんですね。はい。早朝にね、だいたいリストック来るって、まあ、たまにあるじゃないですか。はい。はい、で来てたみたいなんですけど、まあ、もしかしたらバグかもしれないんですけど、うん、はい、まあ、結局はまあ途中でしょ縁がなかったっていう感じなんですけどね。そうですね、はい、まあ、何はともあれ、はい、今回無事にご提供できた方もおめでとうございます。おめでとうございます。羨ましいですね。いや、そうですね、はい、もう届いていらっしゃるんじゃないですか、皆さん。そうですね、帰った方はね、はい、まあ、今回でもなんか数が多かったような気もしますけど、ね、あ、そうですね、なんですけど僕は無理でしたね。そうなんですよね。まあ気持ちの方はね、次の、アングッシュとナイキダンクハイド、そうですね、これねすごく欲しいんで明日ですね、はい、はい、まあ、ディープロイヤーの方にちょっと気持ちを切り替えてじゃないですけど、うん、はい、あとですね、本日の2本目の動画の方で5月に発売されるスニーカーの、まあ、気になる後半戦の方をねちょっと出そうかなと思ってますので、はい、そちらの方でまた、アンブッシュの話であったりとか、まあ、ワットザビーロットの話であったりとか、まあ、ちょっとまとめてしたいなと思うんですけどね。そうですね。はい。はい、トロフィールームとね、はい、エアジョーダン1ハイ OG がこの間発売したじゃないですか。うん、まあ、僕ら買えなかったんですけど、はい、ですごいね、アクターマーケットの値段がついてるんですけど、こんな形でパート3っていう風な情報ができてまして、うん、第1弾っていうのはエアジョーダン5とトロフィールームのコラボで、うん、で第2弾っていうのは、まあ、この間発売したエアジョーダン廃用 G とトロフィールームのコラボだったんですけど、第3弾っていうのがどうもあるんじゃないかっていう話が出てきてまして、はい、はい、で今年ね、エアジョーダン6がね、まあ、30周年記念ということなんで、なんかエアジョーダン6なのかなって、ちょっと、まあ、僕なりに勝手にこれ見解なんですけど、はい、あるのかなと思ったりするんですけど、ね、うん、はい、まあ、今年発売されるかどうかっていうのはわかんないんですけど、はい、今のところそういった次の予定があるっていうような情報がちょっとリーグで出てきてたんで、うん、まあ、気になるなっていう感じなんですけどね。はい、はい、はい、続いてピーロットの抽選情報ですか。そうですね、はい、はい、ナイキ SB ダンクのワットザピーロットなんですけど、うん、まあ、こんな形で、まあ、スニーカーズの方にも発売が来てまして、うん、5月の24日にね、これ抽選という形で来てまして、値段がね、いつもよりちょっと高くて、まあ、作りが結構すごいんで、うん、1万8000ものになってるんですけど、うん、FTC さんの方でこういった形で、本日メールが来てまして、うん、明日の、5月18日の朝9時から、はい、お昼の12時の3時間だけね、うん、抽選があるみたいで、うん、はい、まあ、これちょっとまだ今回
期間短くなっているので、はい、気になる方はですね、まだ概要欄の方に、この、抽選の情報を貼っておきますので、はい、また見てもらえないと思うんですけど、僕らもね、明日の、まあ、9時から12時なんで、まあ、アンブッシュの結果が出た後ぐらいにですね、まあ、ちょっと申し込もうかなと思ってるんですけど、うん、はい。続いてなんですけど、はい、トラビス・スコットがね、最近ね、ホリデーシーズンに発売されるんじゃないかって言われてる、エアマックス1と、カクタスジャックのコラボなんですけど、はい、最近ね、頻繁に彼よく履いてるんですよ。そうなんですよね。はい。で、ちょっとわかりやすい写真で、こういったものが出てきてまして、うん、本人がね、バロックブラウンって言われるカラーウェイのものを結構履いてまして、はい、今回出てきてる写真っていうのは、本当によくわかりやすいような、うん、写真が出てきてるんですよ。うん、はい。またこれをもとに、モック画像とか多分ね、正確なのが使われてると思うんですけど、うん、まあ、こういった形で本人が履いてまして、あとね、プラスちょっと情報があるんですけど、はい、以前僕らがね、これ4足発売するっていう話してたんですけど、はい、どうもね、5足になるみたいですね。あ、そうなんですか。はい、1足増えて、5足の発売で、で、ある海外のスニーカー系サイトでは、発売が近いんじゃないかって言ってるんですけど、うん、まあ、の海外のスニーカー系サイトっていうのは、うん、まあ、ホリデーシーズンと言ってましたけどね。あ、まあ、その5足のうちの、いわゆるこのバロックブラウンっていうのは、本人がよく履いてて、まあ、なんとなくわかりやすいんですかね、ショットができたっていう感じですかね。はい、このカラーかっこいいなってちょっと思ったんですけど、ね。まあ、トラビス・スコット風って感じですね。あ、そうですね。本当にまあ、ベージュであったりとか、カーキとかね、うん、ちょっと茶色のようなカラーが使われているような、そうですね。なんですけど。まだこの辺情報が分かれば。そうですね。はい、また情報の方が分かりましたら、こちらの方でお伝えしていきたいなと思いますので、気になる方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、続きましては、はい、エアジョーダン1ローのスニーカーズデイですね。はい、はい、そう、今年のですね、8月8日に発売の情報が来てるんですけど、そうですね、はい、はい、これね、一応エアジョーダン1ローで、うん、よく見てもらうとね、これアニマル柄といいますか、はい、はい、このアウトソールの部分の、この半透明になっている部分の内側にそういったプリントがあったりとか、うん、あとまあ、ボディなんですけど、サイドの部分こういったアニマルの柄が使われてまして、はい、でまあ、一応ジャブはローなんですよね、単体の部分、うん、はい、で、それ以外の部分はちょっと淡い黄色のようなカラーがされてるんですね。そうですね。はい。この部分であったりとか。うん、で、シューレースがホワイトのモデルで、こういった持ってる方も出てきてまして、これが一応ね、8月の8日に発売するんじゃないかっていう情報で、こういった、リークができてましたね。なるほど。はい。これ以外にね、全然情報が出てきてないので、うん、はい、まあ、一応これスニーカーズのことを多分、あるじゃないですかね。まあ、記念モデルと言いますか、色あってじゃないですけど、はい。っていうことで、発売されるエアジョーダンマローになると思うんですけど、ね、はい。こういった情報が来てましたね。はい、はい、で続いてニューバランスですか。あ、そうですね、はい、ね、もうこれ土曜日に発売されてまして。あ、そうなんですか。はい、僕ね、発売した時にちょっと見てたんですけど、うん、もうすぐに売り切れてたんですよね。売り切れてないモデルもあったんですけど、うん、この今見てもらってる、5740っていうモデルがあるんですけど、はい、まあ、このね、今見てもらってる3つっていうのはグレイパックって言われる、まあ、ニューバランスというよりはグレイと言いますか、うん、灰色じゃないですか。そう、まあ、それのね、そういうパックで3つね、同じ日に発売されてるモデルがあったんですけど、うん、この5740のモデルが欲しかったんですけど、すぐ売り切れてましたね。あ、うん、さんの方でもこれはすぐ売り切れてたんですけど、はい、でね、そんな、ニューバランスなんですけど、はい、僕も以前、ビリーズさんの方でエキスキューシブで発売されたもの、2002のモデルあるじゃないですか、はい、そちらの新色の方が、クリームのカラーとベージュのカラーで来てまして、はい、これがアトモさんのローンチカレンダーに一応来てましたね、うん、はい、クリームっていう名前がついてたんですけど、はい、このクリームって言われる、ニューバランスの N マークの方がちょっと銀色っぽくなっているので、デザインの方がちょっとかっこいいなと思いまして、はい、気になると思うんですけど、2002も結構人気があってすぐ売り切れてるんで、これ多分売り切れると思うんですけどね、はい、はい、明日はね、5月18日ということ で、ね、アンブッシュの方が、ね、抽選でしたね、はい、はい、僕らはね、明日チャレンジするんですけども、はい、実際に変えてるかどうか結果の方が気になる方はチャンネル登録のよろしくお願いいたします。声をかけます。はい、それでは本日は以上となります。フィアレスでした。ガイドレスでした。さよなら。I'm sorry, but it's evident. You're on your phone 24/7. No reply when I text at 10 past 11. And I swear you only tell me what I wanna hear. The real thoughts buried deep beneath the love and fears. I'm in a muddle, lost inside a puzzle here. Honestly, right now, I don't really see no love in here. But I saw something in you, something in us. But I can't see a future without the trust. So I'm reminiscing visions I had. At Parker's, can't listen, but finish what I started. Paint a picture like an artist, you're looking like the victim. But really, I am the target, and I ain't asking for anyone's energy. I swear medically I'm needing a remedy or therapy to stop myself feeling so heavily. Mentally I haven't been acting how I'm meant to be.